はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、コミュニティ欄におきましてアンケートを行っておりますので、こちらもご協力よろしくお願いいたします。はい、今回の動画の検証はですね、日蓮宗宗大石寺文流に使われている毒素の検証でございます。前の動画でですね、怪談の大本尊の防腐剤としてヒ素が使われているんではないかという検証をしましたですね。はい。で、そのヒ素が使われていることによって、そのかつてはこの怪談の大本尊が宝蔵の中にしまわれておりましたから。で、ああいう暗がりで、それで湿気が高い ところだと、カビが生えて、そのカビとヒ素が結びつくことで、ヒ素ガスが発生してですね、それが江戸時代からその明治時代にかけての大石寺のホスの寿命が非常に短い原因の一つになってるんではないかという検証をしましたですよね。そうしましたところ、人が使われてるのは、怪談の大本尊だけなのかと。他に、危ない、毒素は使われてはいないのかと。こういうご質問でございます。はい。そのご質問に対するお答えなんですけれども、実は他にもあるんですよ。はい。で、それをですね、検証してまいりたいというふうに思います。でですね、その怪談の大本尊っていうのは、前々から検証しておりますように、大石寺旧世二中の偽作ですね。具体的に言いますと、1445年、身代わり本尊と同時に造立されたというのが我々の検証でございます。そうしますと、もう片一方のですね、身代わり本尊 にもですね、これ、ヒ素が使われている可能性が非常に高いわけですよね。はい。ただ、身代わり本尊というのは、今は、宝蔵の中にしまわれておりましてね。昔はその天王堂っていうところに祀られてたんですけれども、今は、宝蔵の中にしまわれてるんで、信者さんの目に触れることはないわけですね。はい。で、同じようにですね、大石寺旧世二中の代に造立された、板本尊というのは他にもあるわけですよ。はい。で、他にもありまして、そのうちの一つがですね、平井真行寺っていうふうに、よく文献に出てきますけども、平井っていうのは、栃木県の栃木市なんですよね。はい、そこの真行寺の板本尊。これちょっとね、造立の年月日が不明なんですけれども、これ、本尊には、第8世日英が造立したっていうふうに書いてあるんですけども、第8世日英が作った板本尊ではなくて、これは、大石寺旧世日中が造立した板本尊だというのが我々の検証でございます。はい、それからですね、福島県のいわき市の妙法寺にある板本尊でございまして、これは1420年に造立された板本尊でございます。で、その年月日っていうのは、もうこれね、もう、富士数学要集の第8巻に載ってますし、これから、この富士年表にも載ってます。はい。そういうふうにちゃんと資料に載っておりますね。はい。続きまして、小金井ってのは東京の小金井じゃなくて、この栃木県の下野市の小金井でございます。の蓮如寺の板本尊でございまして、これは、年月日は不明なんですが、日中の、大石寺旧世日中の、署名があるというんで、これは日中の代に造立された板本尊だということが分かっております。それから同じく、福島県いわき市にある蓮如寺というお寺があって、そこの板本尊。これもですね、造立年月日は書いてないんですけれども、大石寺旧世日中の署名がありますんで、これは大石寺旧世日中が造立した板本尊だということになりますね。ただ、このいわき市の蓮如寺という寺院は、現在、昇進会の寺院になっておりまして、これ、昇進会の寺院の住職がお亡くなりになるか退去すると、日蓮宗宗に復帰するんではないかというふうに思われます。そういう寺院でございますね。はい。続いてはですね、今度は大石寺17世日世の代に造立された板本尊と御影でございますね。じゃあ、その中間はどうなってんだっていうと、実はその大石寺旧世日中から17世日世の間って、
体積時は、その板本尊増量してないんですよ。はい、だからこう飛ぶんですよね、一気にボーンと飛んで、体積時17世、2世の代になっちゃうんですよね。この時代に増量された板本尊と、その三重ですね。はい。まずは、この三重堂の板本尊。三重堂って、まあ、行かれた方はご存知だと思いますけど、日蓮の三重が、こう、祀られてますね。その後ろ側に板本尊があるんですよ。はい、祀られてるんですよね。はい、それが、この、三重堂の板本尊。これは1679年に、これ日蓮の本尊を目撃したんですけどね。はい。それが1679年に増量されたと。それから、大石寺に六つぼってありますよね。六つぼの板本尊。これは日光の板本尊を目撃したんですけども、これが1659年に増量された。それから、客殿の日蓮像、日光像ですね。はい。これ客殿の板本尊が中央にあって、その両サイドに日蓮の像と日光の像がありますよね。はい。あれ、日清が作ったんですよ。で、それが、日蓮の像は1659年。それから、日光の像は1660年に増量されてる。それから、その細草御殿寺っていう、千葉県の細草っていうところなんです。これ、細草山林っていうのが昔あったところなんですけども、これは千葉県の今、大網白里市というところですね。そこの御殿寺の板本尊。これが1678年に増量された板本尊でございます。それから、その山梨県の大杉の山の海王寺。これ大石寺旧世日雄が増量したお寺としてこれ有名でございますが、そこの日雄の御影があるんですよ。はい。これが1680年。これが大石寺17世日世が作ったんですよね。はい。それから、続いて、大石寺塔頭にある若日坊っていうのがあるんですけど、その若日坊の板本尊。これが1637年に増量された板本尊で、これまさに日清が作った板本尊ということでございます。はい。大石寺17世日清という人は、まあ、江戸時代の初期のホスなんですが、じゃあ他にですね、江戸時代に増量された板本尊とか見栄はないのかというと、あるんですよ。はい。で、それはどこにあるのかっていうと、まずは、大石寺の塔頭の李教坊ってありますね。その李教坊の板本尊。これが1744年に増上されたということですね。それから同じく大石寺塔頭の蓮蔵坊。蓮蔵坊の板本尊が1764年に増上された板本尊であると。で、同じく大石寺塔頭の南の坊。ですね。南の坊の板本尊なんですが、これはまあ年月日は書いてないんですが、大石寺31世日印の署名があると、顔があるということなんで、これは日印が増上した板本尊だから、日印というのは江戸時代のホストから、これ江戸時代に増上された板本尊だということになるわけです。そして、大石寺客殿の板本尊ですね。大石寺客殿に行きますと、真ん中に大きな板本尊があって、日蓮と日光の見栄がありますよね。中央の大きな板本尊は、日光の小沢狩の本尊を板に模刻したんですけども、この板に模刻したのが1706年ということですね。はい。同じく大光堂の板本尊。大光堂の板本尊っていうのは、これ保田妙本寺の万年雲の大本尊を板に模刻した本尊なんですけども、この万年雲の大本尊がこの板に模刻されたがですね、1740年ということなんで、これも江戸時代に模刻された板本尊だということになります。それから千葉県に新光寺っていうお寺があるんですけども、ここの板本尊。これは1672年に模刻された板本尊で、これも江戸時代に増上された板本尊ですね。それから、山梨県の海王寺、先ほど言った大石寺旧世日中が建立した海王寺の板本尊が1740年に増上された板本尊で、これも江戸時代の板本尊ということになります。で、これらの日付はどこに載ってるかっていうと、こういう、例えばこの初記録に載ってますね。はい。それから、富士修学教習第8巻に載ってます。はい。
それから富士年表にもこれちゃんと載ってますんでね。はい。こういう資料にちゃんと載ってます。はい。はい。続きましてはですね、この毒素なんですが、2番目は水銀なんですよ。で、これ水銀ってなんでどこに使われてるのかっていうと、これね、水銀っていうのは昔、この水路を出す、原料として使われたんで、この辰砂っていうふうに言われてたんですよね。まあ、この硫化水銀なんですけども、これによって水路を出すと。で、水路を出して、それを、お寺の堂に、もう塗るわけですね。はい。で、それ、大石寺の道具のどこに使われてるかっていうと、これが大石寺の写真集なんですね。はい。例えば、この山門のこの朱色ね。こういう朱色がありますね。はい。この色。はい。それからですね、これは二天門ですね。はい。二天門にこうやって朱色が使われてますね。はい。はい。それから、これ御影堂にもこうやって朱色が使われておりますね。はい。はい。ここにも、水路が使われておりますね。鬼門ですね。はい。まあ、こんな感じでですね、水路が使われておりまして、この水路を、硫化水銀、辰砂から作った硫化水銀によって、この水路を塗るわけで。まあ、だから、これはね、まあ、体の中に入らない限り、まあ、大丈夫なんですけれども、まあ、これ作った時は、まあ、こうやって水銀を使って、シールを出しているということなんで、まあ、一応ね、多分、まあ、体の中入ってことはないと思いますけどね。はい。まあ、一応使われているということでございます。で、これ3番目の樒なんですね。これが、まあ、毒素があるで有名なんですよ。で、樒っていうのは、まあ、どこ行ってもですね、お寺でも、個人の家でもですね、曼荼羅本尊があって、両サイドにこの樒がありますよね。はい。まあ、今、造花使ってるところもあるみたいですけれども、これは本当に天然の樒を使ってるところも結構あります。で、この天然の樒なんですけれども、これ毒があるんですよ。毒素があります。で、どこにあるかっていうと、お花、それから葉っぱ、それから実、それから根っこ、茎のすべてに、その毒成分があるわけでありまして、まあ、種を食べちゃうと死亡する危険性があると、まあ、食べないと思うんですけどね。はい。まあ、種って要するに下になんかポタポタポタと落ちてますよね。はい。あれ、口に入れるとまずいですよ。はい。で、その樒の実ね。はい。実は、毒物劇物取締法の劇物に指定されているくらいの毒素が入ってるわけです。はい。でですね、じゃあ毒性のない樒ってないのかっていうと、実はあるんですけどね。実はその毒性のない樒、陶樒っていうらしいんですけども、これは中国の南部からベトナム東北部の原産のところで、どっかまあ、中国南部とかインドシナ半島とかインドあたりでこう栽培をされてるらしいんですよ。しかしながら、日本ではこれが自生してないわけですね。だから日本産の樒には毒があるんですよ。毒性があるんですよ。で、だから、まあ、私なんかも、まあ、見ててね、よく僧侶がね、この口に樒の葉っぱ加えて、それでなんか、本尊開けたらなんか捨てますよね。口に加えるの、よくないんじゃないですかね、あれね。はい。と思いますね。それからなんか、お水が入った金の中に、その樒の葉っぱなんか入れてますけどね。それで、その樒の葉っぱ入れた水をなんか、ご飯を炊くときに入れてるんですけどね。あれ、よくないんじゃないかね。あれ、ちょっとこれ、まずいんじゃないかなって私は思いますよ。はい。続きまして、やっぱカビなんですよね、4番目がね。これはやっぱりね、先ほど申しました、ヒ素と関係があるわけですよ。ね、カビは、まあ、これは皆さんご存知だと思いますけど、この湿ったところとか暗いところ、風通しの悪いところ、で、木造建築。こういうところにカビが繁殖するんですよ。で、大石寺とか富士門流の寺院っていうのは、その本堂とか堂をもう閉め切ってるんですよね。はい。それで、非常にこのカビが繁殖しやすい環境にある。
と私は思うんですよ。はい。だから、その本堂とか道具の中にある、例えば、いた本尊でも見えにしても、そこに、ヒ素が使われていたらね、そのカビが生えていくことによって、ヒ素ガスが発生するという、非常にその、あまり芳しくないことが起こる可能性が高いということなんですよね。で、これは前から検証しております。はい。で、その江戸時代からその明治初期の、明治、まあ大正ぐらいまでかな、の、ホッスの、大石寺のホッスの平均寿命が非常に短いのも、これが大きな原因になってるんではないかという検証をしております。はい。まあ、あと、藤文流の、漢字の平均寿命も、大石寺ほどじゃないけど、やっぱり長くはないですよね。身延山久遠寺とか、中山筆行寺に比べると、短いわけですよね。だから、このカビ、このヒ素と結びつくと非常にこれがまずいことになる。ヒ素ガスが発生してしまうということで、まあ、こういうふうにですね、大石寺の、まあ、宗教というか、その、まあ、宗教活動の中に、そういう毒性のものがあって、非常にこれが、まずいと、いうことですね。はい。だから、これ、良くないんじゃないかなと私は思います。はい。だから、じゃあ、そんな人があるのかどうかって言ったら、これはやっぱりさ、あるかないか貴族の決着つけるんだったら、もう科学鑑定するしかないですよね。人がその中に含まれているかどうかっていうのは、もうその板本尊を科学鑑定するというのが一番いいと思います。はい。だから、科学鑑定はぜひともやっていただきたいというふうに私は考えておりたいでございます。はい。というところで今回の動画はここで検証を締めたいと思います。はい。ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。